大江近弘は、鎌倉時代前期の武将。鎌倉幕府の御家人。鎌倉幕府万所所大別党、大江広元の長男。母は、ただひとしずなの娘。妻は、北条義時の娘武けの。源の道近の勇士となって、源の近弘と称した。東鏡には、正治2年2月記事から、右近内部証言として登場する。 はじめ鎌倉幕府二大将軍源頼家に仕える。比企吉和の変での動向は、東鏡には記載されていない。兼任三年十月、将軍となった源のさねともの元服に際し、北条義時と共にその道具を、養立京王の手配を行った。十一月鎌倉英福寺薬師堂の管理を命じられる。父が幕府の実力者であったことからさねともに、 自社奉行として徴用され、法上主からも、執権、義時の娘婿として厚い信任を受けた。上元三年頃からとうとう見守るとなり、この頃から万度転別党の一人となる。憲法元年法相寺九の党の供養の守護を、務める。憲法二年佐賀僧の大沼大公院、浮島稲荷本社拝殿を修復する。この年は駄菓子戦が起こるが、 東博用のために上落していた。憲法3年4月京都駐在の御家人の監督を命じられ、同年6月将軍未長の代理として、名より英才の臨重に立ち会う。この年から民部権の所有となる。憲法4年6月父の応援復政に合わせて、応援政に戻った。憲法5年5月、武蔵守となる。また、万所家氏の一員を務める。 憲法7年1月、サネ友が苦行に暗殺されたため、出家して、レンアとゴース。同年2月、伊賀光樹と共に、京都守護に任じられて上落した。翌年一時鎌倉に戻り、北条義時、北条時房、大江広元らと、小弓会で会合する。上級3年の上級の乱では、後鳥羽天皇の将兵に応じて、官軍側に組みし、大見国職渡しにて、 幕府軍と戦ったが、敗れて、京都に戻った。この戦いでは父広本は大軍による、神行作を検索し、鎌倉軍の士気を高め、着南砂防は、鎌倉側東海道方面軍に加わり幕府軍の勝利に貢献した。スケボーは戦後上田所を与えられ、幕府養殖についた。戦後は行方をくらましたが、 祖父の忠仁ひとが木代を務める出羽国佐賀い層に陰性していたと言われている。また、乱後に離別させられた武殿は、後に道近の子、土見門正し通りの側室となっており、定通のいぼ兄通り衆の外孫かついふ姉、正名門院の孫にあたる御佐が天皇の即位と深く関わることになる。上級の乱のご中央の資料からは姿を消す親広だが、 陰性したとされる、佐賀江荘には、足跡が残る。父広本が、下六元年6月10日に成去すると、息子助坊に使いを送り、阿弥陀如来の尊像を彫刻させ、体内に広本の遺骨を納めて、出羽国佐賀江荘基地側の阿弥陀堂に安置したという。別当を、忠だ静とが務め、天伏2年、忠だ静とが亡くなると、阿弥陀堂脇に葬られた。任次2年6月、 吉川の館の鬼門に、この阿弥陀堂を移築し、任治2年12月15日に、親広が亡くなると、自身も阿弥陀堂の傍らに葬られたという。佐賀江僧は次男高本が相続するが創生したため、鎌倉で養殖についた産卵工事が相続した。ただし、佐賀江僧北方は、北条氏の所領となり、佐賀江氏は後に、所領回復を目指すこととなる。なお、 南北朝期に成立した四守期によれば、安定元年5月15日に、関東から上落する途中、尾張で没したという。弟の海藤忠明は、尾張の厚田大偶寺家の養子であり、蔵人を務めていた。上級の乱に敗れた親広は、佐賀僧に陰性したとされるが、その際突き従った配下は、佐賀市府代の家臣として活動することになる。ありがとうございます。